回の子育てポケットはコンコンクシャンのテープサートだよ。は、は、アクション。みんなはお風邪ひいてないかな。楽しいテープサート、みんなで見てみよう。元気でよかったね。今日ね、パンダさんに動物さんが遊びに来てくれてるんだって。ちょっと呼んでみようか。じゃあリスさんが来てくれてるみたいだから、リスさんって呼んでね。いくよ、せーの、リスさん。お風邪ひいちゃった。大変、リスさんお風邪ひいちゃったんだって。じゃあさ、リスさんマスクしなくっちゃね。リスさんのマスクはどんなマスクかな。ちっちゃい。そうなの、ちっちゃいマスクなの。じゃあリスさんがマスクするお歌あるから歌ってみようかな。リスさんがマスクした。ちっちゃい。小さい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 マスクした。コンコンコンクシャン。次はね、豚さんが来てくれるんだって。じゃあ次、ブーちゃんって呼んでくれるかな。いくよ、せーの、ブーちゃん。お風邪ひいちゃった、ブー。大変、豚ちゃんもお風邪ひいちゃったんだって。豚さんもマスクしなくっちゃ。じゃあ豚さんのマスクはどんなマスクかな。そう、丸いの。じゃあ豚さんの歌も歌ってみようね。はい。ブーちゃんがマスクした丸。丸い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 マスクした。コン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 クシャン。上手。じゃあ次はね、ゾウさんが来てくれるんだって。ゾウさんって呼んでくれる？いくよ、せーの、ゾウさん。お風邪ひいちゃった。大変、ゾウさんもお風邪ひいちゃったんだって。ゾウさんはどんなマスクかな。そう、長いんだよね。じゃあゾウさんの歌も歌ってみよう。はい。ゾウさんがマスクした。長い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 マスクした。コン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 クシャン。上手。じゃあさ、リスさんと豚さんとゾウさん、お風邪ひいちゃってかわいそうだから、元気になってもらえるようにもう一回お歌を歌おうかな。みんな大きな声で歌っておくれる？よし、頑張ろう。リスさんがマスクした。ちっちゃい。小さい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 マスクした。コン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 クシャン。じゃあブーちゃんだよ。はい。ブーちゃんがマスクした丸。丸い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 マスクした。コン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 クシャン。ゾウさんがマスクした。長い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 マスクした。コン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 クシャン。みんな元気よく歌えたね。ね。
みんなさ、動物さんたちみたいに風邪をひかないようによーくお手手を洗ったり、バラ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 ってうがいをしたりして元気いっぱい過ごせるようにしようね。はい、じゃあこれでまったね。バイバーイ。インタビュー。はい、ゆり先生、ゆきこ先生とヘルプサートお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。子どもたち一緒に歌ってくれたりとか、手もコン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 シャンってやっててすごく可愛かったです。癒されちゃいました。ありがとうございます。じゃあちょっと先生方にインタビューをしていきたいなと思います。今日やってくださったヘルプサートの狙いは何ですか？動物さんたちによって違うマスクの形を楽しんだり、あとは風邪の流行る時期なので、動物さんたちみたいに風邪をひかないようによく手を洗ったりうがいをして元気いっぱい過ごせるようにしたいなっていう気持ちが持てたらいいなと思って選びました。ありがとうございます。次なんですけど、今日作ってくださったテープサート、テープサートってどうやって作っているのかなっていうのをちょっと知りたいんですけど、簡単に作り方を教えてもらってもいいですか？はい、好きなイラストを描いたり、こうやってこれはパソコンでフリーの画像をダウンロードしたんですけど、こういう風に、画用紙に好きなイラストを貼って色を塗ったりとかしてもらって、裏に割り箸をつけてテープで固定して、こういう風にするとテープサート完成です。もっと簡単に作れる。そうですね、今日やってくださったテープサートを子どもたちに見せるときに、先生方が気をつけていることとか工夫されていることがあったら教えてください。テープサート平面なので、どの位置に座った子どもたちも見やすいように角度に気をつけています。あとテープサートによって表と裏で絵が違ったりするので、その絵を変えるタイミングを気をつけるようにして今日はやってました。最後、子どもたち見てる皆さんに風邪をひかないように元気に過ごしてほしいなって思うで行きたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。オンライン保育園では子育て中の親子を応援するさまざまなコンテンツを配信中。こんな方におすすめだよ。未来ネットオンライン保育園で検索してね。今しかないおうち時間を一生の思い出に。